久々のキャンプ、お仕事のキャンプが多かったので、もう昨日の夜からワクワクであんまり寝れてません。トンネル、右海、もっと右富士山。映らない。わあ、富士山綺麗だね。冠雪してますよ。右海なのにどんどんちょっと登ってってる。この海沿いにキャンプ場があるんですが、うん、海からちょっと上がった、山を上がったところにあるキャンプ場なので、海地下なんですが、キャンプ場の雰囲気はちょっと森っぽい感じで、浜辺とかじゃないで、風もね、まあ森なんであまり来ず、すごい高立地のキャンプ場だった記憶がある。あ、いいんじゃない、これ、この先海見えない、ドーン、富士山も見えた。左へカーブを曲がると光る海だ、今左へカーブを曲がると、左へカーブを曲がる、左へカーブを曲がると、左ばっかりだ。でさらに下行くんだよね、確か。あれ違った、さらに下行くんじゃなかったっけ、確かそうだったよね。崖、崖、あー、すごい傾斜、これを下ると閉まっちゃうのか。前ここでやった、なるほどね。だいたいここはドンドン付きだから。あ、でもさすがにちょっと近いね。ちょっと近いよね。うん、さすがに、うん、バイカーの人が、うん、ここにすげえいいとこあるやん。ね、すごいね。ここめっちゃいいよ。かっこいいとこだね。ここでソロなんてめっちゃいい。ね。そっちに二つもある。そこか。なあとか思った。久しぶりだよね。スタート行くのね。下手したら1年ぶり？いや、あんまりアスは行ってないでしょ。シンプル。そんなことないよ。マジ？それこそあの歌の時かな。あれだって秋の長雨って言ってたから。うん。丸1年か。あれ1年、いや1年前なことないよね。だってその間にさ KB で歌ってるわけじゃん。2年前だ。あれ？いや、1年前だ。だってさ、秋で、うん、すぐその後、熊本に歌った？うん。あ、そうなんだ。っていうことは、竹原さんの見つけ力がいかついてくる。見つけ力。
昨日さテレビでさ、ファイヤースターターをつけるみたいなのやってて、うちの妻がボソッと、私これやったことないんだよねって言って、わあなるほど、すげえ。いろんなものが含まれてるじゃん。なるほど、全然キャンプ連れてってもらってない関東でも見てるじゃん。なんかテレビで旦那がテレビでそういうのをいろんな人に教えてるのを見てるじゃん私やったことないんだよねって。なるほど、なんかすげえなあ、やろうやろうねって。やっぱ取り繕う方にあ、そうだっけやったことあると思ってたっていうのもなんか変だしなんかやりたい、あやろうやろう。あ、そうか、なんかちょっと感覚違うかもしれないけど、あうちの奥さんがさ、私でキャンプ特集やってうちのあるやつと全然違ううちにあるのもっと汚いよやっぱ取り繕う。あ、やっぱソロだっすねそれでこと足りてるかは分からない。ソロだからじゃないけど、趣味嗜好だからの匂い。ほら。フィンランドだもん。ほら、伊豆じゃないもん。伊豆だよ。伊豆じゃないよ。フィンランドだよ。ほら。あ、これはあったかいわ。獣の匂いがしないな。なんだ、レザーの匂い。穴開くかな、まあ開くやろ、はぜて、うん、え、それはいいじゃん、いいことじゃないの、いいことかな、それは全然いいと思う。なんかカレーとかこぼしたりく、いや、やめて、カレーはやめて、もっとヨーロッパっぽいものにして味噌汁、いや、やめて。あったかい、もうここ今接地面があったかいもん、すごっ。ああ、もうさ、
した。いただきます。どう食うの？すすりながら食うの？ちょっと汁そういうもんだ。タコス
や、うまい。タバスコあったらうまいな。いやー、忘れたんだよね。でも十分うまい。それは作りたくなりそう。あんなもん見てる。ああ、うまい。美味しい。ジャイアントジャイアン違う？なんとかだよって。そうそうそう。ああああ。そうかもしんない。体の大きい。ツッコミボケ。緑のね。うん、何作る？納豆豆腐チゲだよ。あ。フライドオニオンいる？ちょっともしかしたらいるかもしんない。何人でもある。うん、もしかしたらいるかもしれない。何にでもっていうことをちゃんと示してほしいな。ちょっと考えるわ。ん？ちょっと考えるわ。考える。春菊。ニラ。な。オープン。